こんにちは、すみれです。今日は右側のヒュートピアンドリームパレット。そして左側のサンリットセダクション。迷われてる方がいらっしゃったので、皆さんにもね、共有したいと思います。まずね、パレットを並べてみますね。そうすると、すごく似てますよね。特にね、紫を隠すと、 結構似てるのがよくわかるかなと思うんですが主なねざっくりとしたまず違いについて言うとヒュートビアンドリームに関してはこの特別シェードねすごくきらめきが高いんですねでこれが今、まあ、ね日光に直接当たってるような形ですね でここに入っている色味が、ね、マルチクロームなんですけどグリーンに見えたりあとは赤に見えたり、ね、そういった変化があるような色味になってますね、まあ、なのでまずこの特別シェードを、ね、ちょっとお見せしたいと思いますれが、ね、特別シェードなんですね右2つすごく、ね、輝きが強いものが入ってますそして左から2番目ピンクと思いきや緑そうマルチクロームが、ね、入ってるんですね色が変わるタイプです そして、このね、ブロンズ系の色。ヒートピアンドリームは、この4色がね、特別シェードになっています。で、一方、このサンリットセラクションね。ここに入っているね、特別シェード。こちらもお見せしますね。左側ですね、このピンクとかモーブ系。そしてね、赤。そして最後が、ちょっとピーチとゴールドのディオクロームみたいな形になってるんですが、こういったね、色味。 がありますねなので、特別シェードだけ見てみると、ヒュートピアンドリームの方が、もうちょっと色味展開があるかなといった形で、左側のサンリットセダクションの方が、どっちかというと同じピンク系の系統で、まあ、統一されているような印象が個人的にはあったりしますね。まあ、なので、結構キラキラ感が強い明るめのね、特別シェードが欲しい場合は、ヒュートピアンドリームの方がね、特にこの2つの特別シェード、好きな方はすごく多いと思います。とっても綺麗です。 で、あんまりね、こういった、このぐらいの色味は使わないなって言った方は、このね、柔らかい感じの色味でもすごく綺麗かなと思うんですが、この右から2番目の赤ね、これが指付けすると結構フレーク状で大きくついてしまうことがあるので、人によってはね、そういった見え方があんまり好きじゃなくて、まあ、この色がちょっと使いにくいといった声もあったりするんですが、まあ、ただ付け方次第でね、すごく綺麗にのせることもできるので、まあ、ちょっとコツがいる色味にはなるかもしれないですが、こういったものがありますね。 そして特別シェードを覗いてみるとすごく似てますよね。なのでちょっと今お見せしますね。上段にあるのがサンリットセダクション。そして下にあるのがヒュートピアンドリームです。これね、ほとんど似てる感じかな。ただ強いていうなれば、ヒュートピアンドリームの方にはプレストピグメントね。目回りに使うことは推奨されていない色味のものが入っています。下のこの右2つの色味ですね。矢印つけたんですが、このマットはプレストピグメント記載になっていて、 本来はこれ目周りには使わないでくださいねといった色素で作られているものになります。まあ、なのでもしね、敏感肌でちょっとそういったものはなるべく避けていきたいなといった方は、これよりも、こっちのね、サンリットセダクションの方が全ての色味が目周りに使って大丈夫なものなので、まあそういった違いもあるかなといった印象ですね。まなので安心のアイシャドウ記載のものを選ぶというのもあるし、全然気にしなくて色味でね、ま微妙な違いなんだけども <laughs>、または、ここのね、特別シェード。 この感じでね、選ぶっていうのもありかなと思ったりします。で、私はね、どうかっていうと、ピンク系のメイクが好きだったら多分、サンリットセダクションの方にするかな。このピンクでも左から2番目ね、上のピンクの方が結構好きだったりするんですね。肌にのせた時にピンクがちゃんとわかる。 で、この特別シェードでもピンクに合うような色味っていうのもすごくあって、トッパ破にもね、とても綺麗なものもあるので、まあ、これが使いやすいかなと思うし、そうではなくて、どんなルックでもちょっとこの特別シェードのね、このギラギラ感重ねたいっていうんだったら、断然ヒュートピアンドリームの方が、特に右側のこの色が私はすごく好きなので、あとはこのマルチクロームの緑だったり赤だったり、そしてこのゴールドとかね、ちょっと秋のメイクとかにもしやすいので、まあ、そんな感じで私の中では印象あったりするんですが、 皆さんどう思われますか で、私の動画では自分が、ああ、知れてよかったなっていうような情報はね、皆さんにも必ず共有するようにはしているので、そのうちの一つがね、こういったプレストピグメントなんですが、ま目、あ、回りにね、使うこと禁止されている色素って聞くと、すごい心配されてしまう方もいらっしゃると思うんですが、結構このプレストピグメント記載のものって、私は食品添加物とすごい似てると思うんですよね。例えば、アメリカでは発がん性があるから禁止されてるような食品添加物、日本でまだ使ってますってパターンもあると思うんですよね。 で、その添加物について皆さんはどう思いますかっていうのとすごく似てると思うんですね。アメリカではもうすでに禁止されてるし、自分は食べないでよそうって言った方もいらっしゃると思うし、全然気にしないって言った方もいらっしゃると思うし、基本気にしないけど体調悪い時には避けようかなって言った方もね、いろんなタイプがいらっしゃると思うんですよね。このプレストピグメントに関しても、色味によってはヨーロッパとかではね、大丈夫だったりもするので、ものによって変わってくると思うんですが、 私は基本的には毎日プレストピグメント記載のものを使い続けることはまずしてません。 でも、綺麗なものに関しては、たまに使ったりとかはね、普通にしてます。特にね、問題がなかったりするので、一時ね、ちょっとそこの塗った部分だけ腫れたことがあったんですね。色味の色素沈着とかじゃなくて、腫れたことがあったので、あ、それで完全に私は大丈夫って思い込むのも良くないなって自分の中で気がついて、体調が悪かったりとか、肌の調子がね、あんまり良くなかったりするときとかは避けるようにしているんですが、まあね、特に気にしない方は全然もう自由に使ってもらってもいいと思いますし、まあ、実際海外 でも知らない方たくさんいるし知って使っていても全然問題ないですよって人も多くいらっしゃるので本当ご自身の判断になりますあくまで私の動画ではこの情報を伝えることで皆さんが判断するときに何かしらね役立っていただければなといった気持ちでいろんなね私がわかる範囲の情報をお伝えしていますが特にねそんなに重く考えずまあ、自分にとってはどうかなといった形で見てもらえればいいと思いますパッドマークグラスでねこのピンク系がすごく多く出たりしているのでやっぱり こうう似ていていい迷われるる方はすすごくいらっしゃると思うんででよねでこのヒュートピアンドリームとこちらのサンリットセダクションに関してね自分の中で感じている違いとかあとは成分ねこの色素について目周りに使って大丈夫なものかそうではないかとかね、まあ、そういったことも含めてねこちらの動画で比較をね出してみましたまたね何かありましたらコメント欄とか DM でね教えていただければ私のできる限り、まあ、皆さんのねお買い物に役立つように、ね、いろいろとお見せしたいと思いますのでよかったら参加 ここにさててみてくださいということでね是非良いお買い物が皆さんできますようにそれではまたねー